はい、香港なんですけども、年始にも大規模なデモがありましたえー、100万人ですよね。はいえー、元日でも100万人超ということでですね。まあ、昨年末にはですね、えー、今日えー、っと,、えー、っと香港のあのー、ね。<laughs> えーと選挙がありました、そしたら、まあえー、民主派がです、ね、圧勝したということでこれで分かったことはですね、えー、ただ、一部の学生が行きがってね、えー、運動しているだけじゃなくて、えー、その学生たちがやろうとしている思いをですね、えー、多くの香港の住民がですね、えー、共有していたということ、えー、これがですねはっきりしたわけですね。 いくらね、あのー、学生たちが騒いでもまあ大人たちは冷ややかな目で見ているということになるとですねこれは学生たちの独りよがりということにもですねなりかねなかったんですけどもやっぱこのね、えー、まさに香港,民香港の民意が示されたわけですよで民主派がですね、大躍進を遂げたわけですよねでそして、えー、その後、香港の元日にです、ね、100万人を超えるデモですから100万人のデモってすごいですよ。えー でしかも、香港なんか700万人しかいないんだから人口がそのうちのです、ね、100万人ですよな7分の1ですからね日本で言ったらねもう1000数百万人がデモするみたいなもんですから <laughs> もっとかもっとですよだ1億2000万人の、ね、7分の1っていったら結構な人数ですからねですからあんな小さなところで、ね、700万人しかいない中でです、ね、100万人が集まるとこれはですねものすごいであのいつもね、えー、これ香港のあこれねデモの様子が写真になってますけど まあまあ、いろんな映像が、ねえー、ネット上にもありますので、まあ、新しい映像ではないかもしれませんどもちろん100万人全員が入って映ってるわけじゃないですけども,ものすごい状況になってますよね。えー、で今回です、ね、これを取り上げたのは、えー、ちょっとです、ね、ここに気になる、えー、文言があったんですよ。ね、これまでのの香港のあのデモはとにかく えー、引きは犯罪人引き渡し条約ですね、えー、これを、あのー、取り下げなさいと、えー、なんなら月賀ちゃんやめろとかですね、えー、警察の暴力をちゃんと検証せいとか、まあ、そういうことだったんですけども、まあ、いつ来るかなと思ってたんですけどもついに来ましたね独立という言葉が使われましたはい、えー、もちろんねあの行、ー、きがって独立なんてことは早い段階から言ってる人もいたでしょうででもここの独立ということがですねじわり 若者に浸透してきているというですね、まあ、いつかこのワードが出てくるなとは思ってましたよしかしですね、まあ、新聞記事にねただこういうことを言ってる人がいるだけじゃなくてし若者に浸透し始めてるというねだからついにこのワードが新聞記事に出たかと、ね、そうですよ香港独立、ね、香港独立ですよ、まあ、だって 学生たちがそれを言ってないのにね外野の私たちが独立って言ったってですよこれはですね、まあ、大きなお世話だった話になりますけども、ね、香港の中で若者たちが徐々に独立を意識し始めたというですね、まあ、こういうのが記事になったということはいよいよあ、ねえー、展開してくるなとだから月賀ちゃんもバカですよね、えー、早くね取り下げておけば収まったものをですね結局あの、えー、ここまでですね あの長引かせてゴニョゴニョやってたもんですから結局、まあ、どんどんデモが大きくなっていってしまった今では、えー、その条約をですね、あのー、撤廃するだけでは収まらないところに来てしまったたくさんのです、ね、若者たちが警察に撃たれたりとかしてて何の処罰も警察にないわけですから。えー、ということでですね、まあ、こうなってしまった、まあ、月刊ちゃんのですねもう全くの。 無能ぶりがですね、えー、こういう状況になったということですでこの元日のデモ100万人そして400人大量拘束ですからね、まあ、ちょっとこれをこう眺めつつ独立の話もですね増えていきましょう混乱、はい、が続く香港で1日香港政府と中国共産党に抗議する大規模デモが行われ主催者の民主派団体民間人権、えー、人選によると100万人以上が参加した。 そうなんですよこれまではあくまでも香港政府に対する、ねえー、抗議だ,だったんですけども徐々にです、ね、これ中国共産党に対するいやこのまま、ね、共産党の、ねえー、監視が強まっていって香港から自由がなくなるという、ねえー、ことを危惧するようになったわけですよねだから香港政府に対する抗議だけじゃない中国共産党に対する抗議でこうなってくると共産党はです、ねまあ、香港政府に対する抗議と,ちょっと1段、2段 あのレベルアップしたものとして捉えざるを得なくなってくるでしょうね共産党に対する共産党一,一党独裁に対する反抗ということになるとですねもしこれで一歩でも中国が譲歩したらこれはもうウイグルだチベットだウチモンゴルだもしくはその、えー、雲南とか紀州とかあの辺の少数民族の自治区とかあるわけですけども一斉にですね、えー、じゃあうちらも独立だみたいなことにも、ね、なりかねないわけですから、まあ、大体中華人民共和国 というのはですね、極めて不自然な国でしてもうね、あんな40ぐらいある少数民族を一党独裁でですね、束ねてるっていうこと自体がですね、おかしいわけですよ。えー、で、自由を制限し情報を制限しインターネットの接続を制限し本当のことを知られちゃったらもたないから情報をね。 情報制限すするわけですねそして政治運動か何か認めないで共産党の支配に、ねえー、服従する人はよしよしとねあ、えー、玉をあげ可愛がりちょっとでも反抗したらペン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 ,ペーンってやるわけですからねまあこの恐怖政治だそういうことをしない限りこのね国家体制の,の維持ができないだから本来国家であること自体が無理なものを無理やりそういう手法でですね、えー、束ねてるわけですよ。だからここでですね反共産党 という、ねえー、デモに対してこれ、譲歩できないんですよ。中国は着地点ないですからねだから結局そのこ、私としてはですね うん気持ちはわかるけどもあんま独立だとか中国共産党反対とかって言わずにですねやっぱ香港香港の自治を認めてちょうだいねぐらいの感じで上手にね、えー共産まあ、中国の当局としてもまあまあそれだったら着地点ここにしようみたいなものを用意するような運動の方がまだ良かったんじゃないかなとその上でそこを確保した上で。 もうちょっと自由をもうちょっと自由をというふうにです、ねえー、いけばいいと思うんですけど今はですねもう完全な、えーっとね、自由選挙をしろとでなら独立とか言い始めちゃうとこれはですねいよいよ中国側も引けない譲歩できない。まあ、結局そういういね 構造になってたと思いますよだって自由なんかはびこったら、からどっかでね、この不自然な国は解体されることは分かってるんですけども、それがここ数年なのか、もしくはね、半世紀や一世紀ぐらい続くのかどうか分かりませんですけど、本来、一国二制度なんか無理なんですよ。えー、これを無理やり、ね、人々の自由を埋まって恐怖に支配することによって、本来、えー、成立しないものを無理やり成立させているのが中国なんですね。ですからもうアフリカが人 アフリカが一つの国になっているようなもんなんですよね、無理でしょ、それっていう話なんですよ。という話なんですよ。だからまあ、ね、独立、ね、というワードが出てくるのはおついにこのワードが出たか、よーし、香港の若者頑張れという気持ちがある反面、いやこれ言い始めちゃったらもう着地点ないよねっていう。えー、だから流血になるのか 独立になるのかどっちかみたいなねそういうところに香港が突き進んでいっちゃうんじゃないかなというねまあだからちょっと勇ましいこの言葉を見てですね、えー、くすぐられる気持ちがありつつも大丈夫かなというですね心配する気持ちもありつつちょっと複雑な気持ちになったということでございますもうちょっと続き読んでいきましょう、えー、まあ400人が拘束されたらしいですね大荒れの元日になったということでございます えー、デモ隊の一部は新中国系とされる商店のほか抗議活動を支援する団体の口座を閉鎖した、えー、イギリス銀行の大手 HSBC の施設などを破壊。すごいですね イギリスの銀行も破壊されました HSBC も破壊で警察当局はデモ行進が始まって約3時間後にデモの継続を認めないと,、えー、と民,人民間人権人選です、ねえー、に通告しデモは中止されたデモが非合法化された後、えー、香港島の繁華街道、えー、路湾 に集まった若者らが大量に拘束された警官隊とデモ隊の衝突はトール湾のほかワンチャイセントラルでも起き催涙弾と火炎瓶が飛び交った民人は,はその、えー、民間人権人選ですね、えー、民人は元日デモの参加者についてデモを途中で中止させられたが昨年6月9日に行われたデモの参加者数103万人を超えていたと発表したですね、えー、はいということで いいよいよこ独立の部分を読んでいきますよ独立じわり若者に浸透香港で行われた元日デモで目についたのは香港独立の主張だった昨年10月以降「中国共産党滅亡」を掲げるスローガンが増えていったがそれに続く新たな潮流といえるものだまあまあこういうのどんどんエスカレートしてきますよね中国共産党滅亡って言い始めたらですね いやこれは本当に血みどろの、ね、もう戦いになっていくでしょうね。 で特に抗議活動を主導する若者の間で独立への支持が浸透し始めている中国の強硬な介入を招きかねない過激な主張なのだが民主派勢力にとっても簡単に排除できないジレンマがある一国二制度は、えー、次元爆弾だ中国を信用できないのにどうして一国二制度を信用できるというのか元日デモが行われた1日香港島の繁華街東炉湾で香港独立の旗をバックに提供し 38歳がデモ参加者らに訴えていた香港独立派のリーダーの一人である帝主に香港で独立を支持する市民は少ないのではと質問すると独立を求める声は若者を中心に広がっているこれからだと反論した確かに1日のデモ行進では香港独立の旗だけでなく香港独立が唯一の活路だ,活路だといったシュプレヒコールも起こっていた 通り沿いの停留所などには真の普通選挙を実現するには独立しかない。中共滅亡。香港独立。中共滅亡。<laughs> 恐ろしい言葉ですね。中国共産党滅亡。いやー、すごいですね。ついに来るところまで来ましたね。 近平も黙ってませんよこれ言い始めたらといったスローガンも多数殴り書きされていたこれまでのデモでも,でも香港独立を求める声やスローガンはあったがそれほど多くなく目立たなかった香港政府は独立の主張について香港は中国の不可分の一部と定めた基本法過去本、えー、憲法に相当に違反するとの立場2018年には独立を掲げる香港民族党を非合法化した 国家分裂行為を厳しく取り締まる中国当局の意向を受けた措置とみられている独立に関する一般市民の反応はというと難しいと思う49歳男性まずは5大要求の実現50代女性独立より真の一国に制度を求める30代男性と冷ややかだ昨年10月の世論調査でも香港独立に賛成しないが83%を占めているただ帝氏が主張するように若者の間では独立支持が少なくない可能性がある1日のデモに参加した10代の中高 高生えー、中高校生4人に独立要求をどう思うかと聞くと即座に支持するとの答えが返ってきた一連の抗議活動を主導するのは10代20代の若者たち香港の政治評論家劉英祥氏は中国当局が香港独立の主張を口実に香港の自由をさらに圧迫する可能性があると警鐘を鳴らすしかし 民主派としても独立の声を簡単に排除できないわけがある昨年来の抗議活動では仲間割れしないという不分率が参加者の間で共有されているため14年の民主化運動雨傘,雨傘運動は路線対立によって行き詰まったとも指摘されている1日のデモに参加した民主党のロシュン区議会議員37歳は今回のデモで独立の主張が目立ったことについて一国二制度が信用を失ったからだ理解できる 意見は異なるが尊重したいと話したはいさあどうなるんでしょうかね<え>うんまあ本当はね暴力を一切せずにね 警察からの暴力を受けることがあっても警察に対する例えば物を投げたり、ね、一切しないという、ね、それこそガンジーがやったような完全非暴力の、えー、運動の方がまだ良かったと私は思うんです、最初はそうでしたよね、えー、でもこれ中国側がです、ね、あえてその煽ったりとか、あのー、スパイみたいなのが入ってです、ねえー、わざと過激なことを言ってだから香港のデモが過激になればなるほど中国にとっては都合がいいわけですね。中国共産党滅亡とかね香港 っってなってなくるとこれ逆に中国にとって都合がいいわけですよあくまでも一国二制度、約束を守ってちょうだいねという形でですね,、えーねえー、まあ上手に着地点を見つけましょうみたいなね私たち別に中国が亡くなるとかそういうのないですから、まあね、中国の一部であることを誇りに思ってますよとかなんとか思ってもないことでもいいから言っといてですね上手に着地点を見つけた方がまが運動としては良かったんじゃないかなと思いますけどでも、こうなりますよ。中国やばいですもんやってることが で今後どうなるかですけども、えー、以前言ったかもしれませんがおそらくですねあの <laughs> もし中国が賢ければですねこのまま長期戦に持ち込むそしてチベットやウイグルで中国がやったことと同じことを香港で行うともう完全にアメとムチですねの、えー、思想統制をして監視を強めていって徐々にですよ急にやると、ね、反発きますから徐々に徐々にね 監視対象していって1年2年たった時にそういえば君さ2年前さデモの時ここで警官殴ったよねみたいな感じでダーッとですね処罰していってそして徐々に徐々に自由を奪っていく。 えー、まあそういうですねもう10年、20年30年がかりぐらいでそして、いよいよ何かあったらいする強制収容所とか行ってそしてもう誰もももももううう誰反抗で,、ま、で,できないというね一言、行きがったことを言うと家族がみんな引かれちゃうみたいな本当にウイグルでやっているようなことをちょっとずつ香港で実行するとそうすると香港の中ではもう誰ももう独立とか滅亡とか言わなくなるというね、えー、気づいたら広東省の一部になっているというです、ね。まあそう そういう長期戦に中国は持っていくだろうというのが私の,の、えー、予想ですね。はい